さあ、ゴングが鳴りました。いよいよスーパーバトルセックスメン96準決勝戦です。まずは第1試合、長州力、小島聡、西村修組対古木冬木博道、邪道下道冬木軍という新日対冬木軍、この一戦になったわけなんですが、さあ早くも長州力が邪道に向かって果敢なブレンバスター。いやでもね、はい、おっとラリアット入りました。このジャゲがね、はい、僕の場合はたけしプロレス軍団の頃から知ってますから、はい、インディをずっと歩いててね、そういう人間がね長州力とね戦うっていうのはねちょっとね感慨深いもありますね。あ、なるほどね。さあブレンバスターです。小島さとし、冬木のパフォーマンスを真似しました ね、 そうなんですよ ね、 ね、マッチョバディポーズでしたね、はい、先頭からストンピングです。そして今度は若手ながらも巧みなレスラー西村が出てまいりました。あ、捕まえましたね、強引に、はい、西村が捕まってしまった。冬木君、まずは邪道の張り手、首根っこを踏みつけんとばかり、もうちょっとでも隙があるとね、はい、そこからもう強引に突破口を見出していきますからね。そうですね。さあそして今度は下道なんですが、邪道下道いずれも東京生まれ、現在2人は早くも27歳になってま す、 そ、 うです、ね、そして邪道も28歳ということでありまして、まあ確かにたけしプロレス軍団からスタートいたしまして、体も小さいで す、 そうです、ね、しかしね、あの白目外れた反射神経を持っているこの2人でうまいプロレスを見せて、ね、ここまで伸びてきたという意味ではね、決して極もの人生を歩んできたわけではありませんから。そうです、ね、さあ対象同士ですよ、はい、長州力とそして冬木、この長州と冬木というのはどうご覧になりますか。あのね、はい、理不尽大将になってからの冬木をね、長州は知らないはずですからね。そうですよね、戦った今日が初めてでしょ、はい、で長州がねすごい興味持ってたんですよ前冬木に。あ、どういう意味でしょうか。あのちょうど私が市場で本の上で冬木と喧嘩した頃なんですが、はいはい、あの一体冬木は何をしてるんだろうとやったら聞いてくんですよね、うん、長州が興味を持って、はい、どういうファイトしてんだとかね、だからまあどういうふうに化けたのかやっぱりちょっと興味あったんじゃないですかね。なるほどね、まあ、その実力といいますか、基本を持っているという意味ではね、その冬木の力っていうのは長州力は知ってるはずですから、そうですね、そこにその理不尽大将という新たな要素が加わって、強くなったのか、あるいは違う道を行こうとしているのか、そのあたりをですね今日はこのマット上で長州力が、確かめているというところなんでありますが、長州に代わりまして西村出てきて、そして邪道に対してロープに振って、さっきの大返しだ、ドロップキック、早くもいった腕ひしぎ、さあ今度は西村腕し逆に返されました。今度はまたまた体が変わります、グラウンド、なんか柔らかくブリッジで回転して、はい、西村と繰り返して、はい、この小島、いずれも20代、半ばという若手のコンビなんですが、表情を見てますと非常に対照的でありまして、とにかくもう全身で表情を表していくというこの小島であります、そして何かこう科目に淡々と、技を仕掛けていくというこの西村という対照的な2人なんでありますが、まあ、このあたりしかし新日軍団も本当に層が厚いなという感じがします。エルボー、今も時短打を踏んで規制を上げてました ね、小島ね、もうあくまでこれ冬木に対する挑発ということになるんですね。もともとねリングの外でもモノマネうまいですからね。あ、そうですか、バックトラップ、やはりこれ小島選手はリングの外でも同じような、そうですね、最近はね あまりモノマネはやらなくなったんですが、昔いろんな選手のモノマネやって遊んでましたからね。あ、そうですか、まあそういった明るい小島から今や総帥の長州力にタッチされたところでありますが、何かレフリーの宇野さんに対しまして激しいやり取りで返しておりますが、さあ長州力サソリ固め、そして冬木博道です。西村と小島が今度は動きます。そして感激を縫うように邪道にエルボーを落としていった。
差し出しましたね。はい、ダブルのブレンバスターですね。スーパーローンブレンバスターもう投げ飛ばしたという感じですが、ここでゲドーンタッチします。ゲドーが動いた。小島カウンターラリアット、もう力強くまた冬木に向かってますね。そして冬木を挑発。いやこの冬木君に対しては、小島の動きは本当に面白い。ブレンバスター西村にタッチ、長身西村、ゲドを振って、そしてキッチンシンクフロントからスープレックス、手を決めてます。ブリッジした。さあカウントがあります。カウント2です。まあ、このあたりはあの本当にこう基礎の力があるという。そうですね、西村の場合は、まあ、あのいわゆる新日本ストロングスタイル志向というんですかね、はい、それが強い人なんで、はい、アメリカでの長い武者修行もありましたこの西村です。そうですね、自費でヨーロッパ行ったりとかしてましたからね。はい、この西村はドロップキックがね非常にこの強烈でありまして、そういった荒い技を仕掛けていくのも得意というこの西村でありますが、表情はあくまでもポーカーフェイス。そして今長州力にタッチしたところであります。下道に対してスタンピング、今度は膝スタンピング、ある種やられの美学というところもあるんですが、下道長州力容赦なく攻めてます。はい、ビビってませんね。そうなんですよね、本当に最近の若いレスラーは物おじするようなことはありません。小島が行った、エルボー投げ倒し、金髪掴んだ、コーナーからコーナーに振って、小島が行った、エルボーこんなこと言われて黙ってるのかけど、エルボーを食らってしまった。さあ片指だ、カウント入る、危ない危ない、あ危なかった、本当にカウント 2.5 です。まあ、ゲドーはしぶといですからね、そうなんですね、あの受け身一方で、そのように見せかけておいてラリアット、そして、もう切りも非常に回転してきましたね。このラリアットの受け方でありますから、まさしく若いが通好み。そして股間を狙った反則技、冬木がいったラリアット左腕、そして邪道も動いた。もうこの辺りの悪い連携技、右に出ることはありません冬木軍です。さあ邪道がロープに投げたラリアットカウンターです。さあ小島が今度は捕まっています。リングの中央です。バックを取った、邪道がブリッジ投げ捨てたジャーマンです。さあそのまま抑え込んでいくのかどうか。さあ抑えてカウントが入ります。カウント2、タッチした冬木ですね。冬木トゥープラトン、マッチョバディ飛んだ、体当たり。さあ西村が懸命に助けに入ります。腰への強烈なスタンピング、冬木を怒った。西村とちょっと睨み合いになりました。小島を捕まえていますが、ね、はい、小島と冬木はね、はい、3年前の G1 クライマックスの特別試合でね、はい、若手だったね小島が冬木の厚い壁にアタックしてね、はい、すごい悔しい思いをしたんですよ。ああそうですか、ね、あの小島がね試合後話したら、もう何やっても通用しないと、すごい悔しいって言ってたんですよね。立ちはだかる本当に壁だったわけですね、しかしその小島の方もね、もう胸回りだけを見ますと負けてないという感じでありますが、そうですね、あのヨーロッパ行って随分体ね大きくしましたからね。そうですね、イギリス、そしてカルガリー等々回って今年の1月東京ドームで凱旋帰国を果たしております。小島、さあ邪道が行った、かわしたラリアットをかわして、今度は冬木に返す風までラリアット。しかし下道が走る、ドロップキックだ。倒れたところに長州回ってて手が伸びた、タッチして長州の手が来てカウンター、ラリアット、ラリアット、ラリアット、やっぱもう全然違いますね。そうですね、ラリアットの入り方が。しかし冬木は倒れないですね。やはり長州だ、ラリアット。そしてサソリ固め、しかし急所打ちですよ。あ、やっぱりそうですね、冬木博道です。もう数時間して起きようとしてますからね。はい、下道がキックを見せて、西村が長州にタッチして、冬木に向かって飛んでミサイルキックです。そしてタッチ、体転がしながらタッチして邪道が出てきたんですが、そこに西村が速い動きを見せます。コーナーからコーナーに振って、西村が今度は串刺しのキックです。いや、西村がいい動きになってまいりました。そうですね、コーナーに登った背後、背中を見せるな、邪道だ、小島が動く、下道へラリアット転落、そして冬木への蹴りでありますが、しかし冬木は捕まってます。邪道がピンチです。西村が
っと足を作った下道だ。これを待ってたんだ。さあ西村が今度はまだまだやばい。そして股関節のヘッドバットでも大反則。そしてここで邪道が冬木になんとかタッチして、さあ冬木がゆっくり出てきて西村を餌食にしようというのか。邪道が串刺しラリア、そしてもう一回下道が行って、そして最後に仕上げ、総仕上げ、冬木が西村へのラリアット。ピンチピンチ、西村が捕まった。西村にターゲットが絞られた。3人がかりの大リッチ大会になってます。あ、スーパーパワーボム出ますかね。あ、これは危険技、大危険技決まった。さあそのまま潰しにかかって、そして片指でカウントが入ります。カウント2。おお、かわしましたね。大歓声が起きてます両国。しかし西村はもう瀕死状態になってますが大丈夫でしょうか。冬木が行った。そして今度は下道と邪道がロックしている。あ、冬木に対して冬木スペシャルが決まってしまった。顔面に決まっている冬木スペシャル。西村、新日本プロレスリングの意地、新日本プロレスリングの意地、西村治、西村治、冬木スペシャルを懸命にこらえている、懸命にこらえている。ロープに足が伸びた、ロープに足が伸びた。粘りますね西村もね。あ、もうここはね、もう不安もですね、絶対耐えてくれると思っていたと思います。西村治が耐えました。しかし冬木のラリアット待ってた。体を乗せていった。バンジキュースカ、カウント入ります。カウント3。10分23秒勝者邪道下道冬木宏一。不条理プロレスを掲げて力に技も加わった冬木宏一がどれだけ強くなったかという瞬間を長州力は目撃することもできませんでした。西村を仕留めました。冬木宏道がいつも通りのポーカーフェイスでガッツポーズ。冬木軍が決勝進出となりました。あ、長州力悔しそう、悔しそう、悔しそう。レフリーに対して何かクレームをつけておりますが、もう悠然とした表情で冬木軍は花道を下がっていきます。冬木軍決勝進出。さあ対戦相手は一体誰だ。